私が剣道を志す上で大切にしていることは強くなりたいという気持ちです。これは剣道の技術的向上はもちろんですが、精神的にも強い人間になりたいということです。何をもって強いというのかは分かりませんが、私は私の理想の人間に近づけるように心がけています。またこの気持ちを忘れないことが一番大切だと思います。簡単に思えて非常に難しいことだと捉えています。精神面で、強くなるっていうのは形に現れないので非常にこう難しいとは思うんですけど、私が取り組んでいることとすれば、読書で、いろんな考え方に触れるということと、毎日、同じことを続けるということです。まあ、剣道の稽古もそうなんですが、剣道は大体が同じような稽古を、まあ、小学生から一般の先生方までされると思うんですけど、そこにどう工夫を凝らして、そのつまらないな、めんどくさいなって思うことを自分のプラスに変えていけるっていうことが精神的な強さに変わっていくと思うので、稽古だけでなく自分が決めたことを毎日続けるということは精神的に強くなるんじゃないかなというふうに考えています。目標を設定し、その目標に向けて準備していくということです。私は幼少期から両親の指導により大小さまざまな目標を設定していました。その経験が今の試合に向けての精神的な支えになっていると思います。私は剣道を始める段階で、まあ、やるからには一番を目指しなさいという両親の指導で、まあ、始めた時から日本一っていうことを目標に考えていました。まあ、幼少期の最大の目標も日本一というふうに設定して、じゃあそのためにはどうすればいいんだということを考えたときに、全国大会に出るためには県大会で優勝しなきゃいけない、県大会で優勝するにはその前の地区大会で優勝しなきゃいけない、そのためにはどうするんだということを、すごい掘り下げて細かく、目標を設定していたと思います。私の実家の周りは、坂道に囲まれていましたので、坂道ダッシュを中心とした下半身強化が主なトレーニングでした。また両親の工夫により左足の引き付けを早くすることを目的とし、足にゴムチューブをつけ小学校の校庭で追い込みなどをしたこともありました。私はスランプが来たことがありません。スランプというものは超一流選手にしか訪れないからです。もちろん、伸び悩むことはあると思いますが、それはスランプとは言いません。また手応えを感じない時しかありません。逆に手応えを感じている状態が危険だと思っています。スランプや手応えを感じないという状態は自分の理想が現実より高い状態であるということなので、むしろ良いことだと捉えています。自分で弁当を作り職場に持っていくなどできるだけのことはやるようにしています。またジュースや外食などは大好きですが、自分の体のためにプロ意識を持って生活するようにしています。まあ、私の中で意識していることは、タンパク質と炭水化物の量をしっかり確保するということです。逆に脂質という部分では私はあまり摂取しないように心がけています。まあ、よく作っているのは鶏そぼろ丼を作っています。私はもともと体も硬く、ストレッチも大嫌いですが、怪我のリスクを減らし疲労の蓄積を防ぐためにマッサージとストレッチは毎日行うようにしています。まだまだ体も硬いですが、将来のことを考えて行動しています。美味しいものを食べに旅行に行きたいなって思います。この時期は
北海道とか北陸に行ってみたいです。はい、市内は、竹の材質はあまり硬いのを使うと私はあまり合わないので、まあ、マタケっていう竹を使ってはいるんですけども、その中でも少し、柔らかさがある市内と、柄の握りは、普通の人よりは細いのかなというふうに思います。私は挫折したことはありませんが、大学3年生の時の全日本学生の団体戦の決勝戦で、自分のせいでチームが負けてしまったということは、とても、忘れられない経験です。個人戦での、失敗というものは、自分自身の責任ですので、うまく切り替えることが、できますが、団体戦で先輩方の目標としていた日本一を私のせいで達成できなかったあの経験というのは一生忘れることができません。きつい経験をしたときや苦しい経験をしたときはその経験を忘れないということがとても大切だと思います。人間ですのでいつか忘れてしまいそうになると思いますが、常に自分の目の入るところにその経験が分かるものを置くといった工夫などで忘れないようにしています。また何か選択を迫られた時に自分が嫌な方、きつい方を選ぶようにしています。そして自分自身にまた負けるぞと言い聞かせ、成功するまで諦めないという方法で私は乗り越えてきました。私自身この時期に強くなれたなって思った時期を振り返ると、やはり尊敬できる先生や新しい指導者に出会った時っていうのが、多かったかなというふうに思います。その時の共通点っていうのは、やはり新しい考え方や自分の考え方に刺激を与えてくださったということです。自分の技術だけではなくて、こういった時にこういった技はどうだろう、こういう動きはどうだろう、足さばきはどうだろうというふうに自分自身の考え方に疑問を持って取り組んでいくということが非常に大切なことかなというふうに思います。夢を叶えるということは簡単なことではないはずです。むしろ苦しいことがほとんどだと思います。しかしその苦しいことを楽しく感じ頑張ろうと思えたのが私にとっての剣道です。私自身も自分の夢までまだまだ遠く苦しみ続けると思いますが、そんな時こそ自分を客観視して楽しみたいと思います。どんなに辛いことも楽しんでたらいいことが待っているはずです。一緒に夢に向かって楽しみましょう。